皆さんこんにちは。2022年7月8日第26回参議院議員通常選挙のための街頭演説を奈良県奈良市の近畿日本鉄道大和西大寺駅前付近にて行っていた際に、当時41歳の奈良市在住の男の銃撃により67歳で亡くなった安倍晋三氏、今年7月8日に三回忌を迎えますが、そんな中で安倍家には異変が起きているそうです。昭恵夫人は住んでいる邸宅を手放し、晋三氏が眠る墓をめぐっては義兄夫妻と対立しているようなのです。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ロマンザ。6月30日午後3時前、東京芝公園の増上寺に黒塗りのセダンが次々と滑り込んでいき、 SP が警戒にあたる物々しい雰囲気の中、現れたのは現首相の岸田文雄、首相経験者の森喜朗や菅義偉、史上最長政権で秘書官を務めた男たちの姿がありました。この日行われたのは、2022年の夏、凶弾に倒れた元首相安倍晋三氏の三回忌法要。会場には白いワイシャツ姿で微笑む在りし日の写真が飾られていました。1時間後、近くのホテルに場所を移し、開かれた忍ぶ会。岸田氏が安倍さんの意思を継いでいくと語れば、森氏は私は裏金問題でひどい目に遭ったといつもの調子で後を続きました。弟のために集まってくださりありがとうございますと献杯の温度を取ったのは、晋三の兄広信氏、元防衛省の弟岸信夫さんは体調不良で欠席していましたが、息子で衆院議員の信千氏ら親族一同が顔を揃えていました。参列者たちが食事を取りながら、しばし思い出に浸る時間が流れていき、最後締めの挨拶をしたのは妻昭恵夫人。法要では涙を拭う場面もあったといいますが、参列者に謝辞を述べ、毅然とした面持ちで、今はいろいろな活動をしながら遺品の整理をし向き合う時間もできていますと口にしたそうです。あの悲劇から2年の歳月が経とうとしていますが、昭恵夫人が今向き合わなければならないものとは何なのでしょうか。夫の死後、沈黙を守っていた昭恵夫人ですが、一周忌を迎えた前後から彼女の言葉を借りれば、いろいろな活動を再開させています。晋三氏と関係の深かった台湾を訪問したり、能登の復興支援の活動をするなど、動静が伝えられる機会も増えてきています。今年5月には一般社団法人ミャンマー祭りの代表理事として増上寺でミャンマー祭りを開催。生前の晋三氏とミャンマーに学校を作る活動を重ね、この祭りにも参加した元復興省渡辺博道氏は、昭恵さんは元気になって本当に良かったなと思います、もう1年経ちましたねとおっしゃった際には、少し涙ぐんだ感じでミャンマーの思い出を話したりしましたと話しています。昭恵夫人といえば、首相夫人時代から奔放な言動でも知られ、居酒屋の経営やリベラルな活動家との付き合い、数え上げれば枚挙に暇がありません。その延長線上で最近力を注ぐのが、歌舞伎町界隈を放浪する東横キッズの支援です。ロマンザ。公益社団法人日本駆け込み寺代表の天野正則氏は、昭恵さんは細かい気遣いがすごくて愛の塊の人だと感じました。一緒に食事をしていても2時間ずっと子ども支援の話題が中心、子どもたちの夢が叶えられるように協力したいと話していましたと振り返っています。こうした東横での活動を機に、現在急接近している人物がいるそうで、その人物というのが金髪の坊主頭で東横キッズを束ねていた A 氏。彼は大麻所持で逮捕され、後半では中毒者だったことも明かされ、最近はキッズらの居場所を守る活動をしているといいます。昭恵夫人は過去に週刊現代の対談企画で、日本を取り戻すことは大麻を取り戻すことと発言するなど、大麻の規制緩和に強い関心を抱いてきました。二人は今年1月大久保公園で開催された餅つき大会で会ったのが初対面で、 A 氏は打ち上げで行った餃子屋でオーバードーズするよりも
大麻の方がいいよね、と話して意気投合したんだ、と話していたそうです。昭恵夫人の友人は、昭恵さんも話せばわかるのよ、と、懸念もどこ吹く風という感じ。台湾との交流などにも精力的ですが、それだけじゃないのが昭恵さんらしいところです、と話しています。自らの信念に従い、独自の人脈構築にも邁進する昭恵夫人。新蔵氏の政務秘書官などを務め、今も昭恵夫人と交流を持つ今井直也氏は、変わらず好き勝手やってるよ、我が世の春を謳歌しているように見える、と周囲に漏らしているそうです。そして昭恵夫人は今、自身の身の振り方に関し大きな決断を下そうとしているようで、お盆が明けたらこの家を出てマンションで一人暮らしをするつもりなの、と複数の知人に話しているそうです。この家というのは渋谷区富ヶ谷に佇む邸宅のこと。昭恵夫人は森永製菓の社長令嬢として生まれ、24歳の時に新蔵氏と結婚、以来一つ屋根の下で共に暮らしてきました。もし本当に家を出れば、人生初の一人暮らしということになります。その決断の背景にあるのは、富ヶ谷の安倍家をめぐる複雑な権利関係。不動産登記簿によれば、もともとは1975年に新蔵氏の父新太郎名義で約1140平米の土地を購入、99年に地上3階地下1階のマンションを新築。推定価格は土地が約11億円、建物が約3億円に上ります。建物は自宅棟と賃貸棟に分かれ、自宅棟の2階に新蔵氏と昭恵夫人、3階にはゴッドマザーと呼ばれた母陽子さんが暮らしてきました。しかしこの家の持ち主は新蔵氏や昭恵夫人ではありません。もともと土地は陽子さんが3/4、弘信氏が1/4を所有。自宅棟の2階と3階の部屋を陽子さんが所有し、それ以外も陽子さんや弘信氏が所有してきました。ロマンザ事務所関係者によれば、あくまで新蔵夫妻は家族から間借りしていた形、ただこれまで賃料を支払うことなく住み続けていましたとのこと。弘信氏は現在港区内のマンションで暮らしているのですが、近年登記簿にはいくつかの動きが出ており、まず21年9月には弘信氏が所有する自宅棟の1階と陽子さんが所有する賃貸棟が弘信氏が経営する不動産管理会社 AB コミュニケーションに売却され、さらに新蔵氏の死を経て昨年4月には陽子さんが所有する土地と建物の権利が新宅という形で弘信氏に移転されています。新宅とは所有権を移さず所有者ができることをほぼ全て受託者が行えるようにする契約のこと。これをもって富ヶ谷の邸宅の権利を事実上弘信氏が全て取得するに至ったのです。今年2月には陽子さんも他界、祖父岸信介さんの時代から住み込みで働く高齢のお手伝いさんを除けば昭恵夫人だけが残されていました。安倍家の親族は、昭恵さんは決して嫁姑関係が円満ではありませんでした、それでも陽子さんがいるうちは富ヶ谷を出ないと話していましたが、最近はここを出なきゃと口にするようになった。いつまでも義兄の家に居候するわけにはいかないと考えたのでしょう。陽子さんだけでなく弘信さん夫妻とも折り合いが悪いですから、と話しています。新蔵氏の2歳上の兄弘信氏は三菱商事に入社し、同社執行役員や三菱商事パッケージングの社長などを歴任。現在は殺虫剤で知られるフマキラーの社外取締役などを務めています。妻は昨年6月に亡くなった牛尾電機の創業者牛尾二郎氏の長女。弘信氏は長男でありながら、若い頃に父親の選挙を手伝って体を壊した苦い経験から徹底的に政治を避けてきました。弘信氏の家族も同様で、だからこそ昭恵夫人の突飛な言動で一家が注目を浴びることを心よく思っていないのです。実は弘信氏の長女が公的機関への就職が決まった際、昭恵夫人が偶然出くわした職員に名をよろしくお願いしますと挨拶したことがあったそうなのですが、弘信氏夫妻は昭恵夫人に何も言わないでほしいと頼んでいたそうなのですが、
彼女は軽はずみに口にしてしまい、長女も広信氏夫妻も憤りを覚えたそうです。そうした確執が浮き彫りになったのが新蔵氏の葬儀でした。2022年9月、日本武道館で執り行われた国葬に広信氏の長男と長女は欠席。翌10月、地元山口県下関市で行われた県民葬には子供だけでなく妻も姿を見せず、広信氏一人で参列したことが物議を醸しました。新蔵氏の死を悼みつつ、政治とも昭恵夫人とも距離を置きたいという、そんな広信夫妻の意向が垣間見えた瞬間でした。広信氏は昭恵夫人が家を出たら賃貸に回す考えのようです。かくして広信氏が所有する富ヶ谷の邸宅からの脱出を決意した昭恵夫人、実は彼女にとってひときわ強い思い入れを抱いているのはこの場所ではなく、都心から約1000キロ離れた新蔵氏の地盤山口県富ヶ谷とは対照的に、昭恵夫人は山口県内の2つの地域で新蔵氏から土地を相続しています。一つが選挙活動の中心でもあった下関市の自宅、同市には自身が立ち上げに携わったゲストハウスウズハウスや、近年経営に力を入れているフグ懐石の店もあり、下関市内北東部に位置する清円寺の住職は、新蔵先生は総理になってからは忙しく、選挙になると昭恵さんが一人で下関に来ていました。森友問題の時は毎月のようにこの寺に来ては奥の部屋で泣いていた。境内に樹齢千年長とも言われる大きな銀杏の木がありますが、パワーをもらうのと言って帰りがけに木の幹に手を当てていましたと振り返っています。昨年6月には新蔵氏の死去に伴う衆院山口翼補選で当選した吉田真嗣氏の後援会長にも就任していますが、ある時遊説の間に時間ができたからと支援者の一人である車会社のオーナーの家に挨拶に向かったんです。そしたら戻ってくるなり、車買っちゃった、今後誰かに運転手をお願いするわけにいかないでしょうと言って周りを驚かせていました。この時購入したのは国産のハイブリッドカーだったようですと住職は話しています。昭恵夫人が自ら運転して向かいたい場所、それこそが下関市から北に1時間ほど車を走らせた先にある長門市湯屋の地、安倍一族のルーツともいえる場所であり、父慎太郎氏も幼少期を過ごしています。のどかな田舎に残された湯屋の自宅もまた昭恵夫人は新蔵氏から相続しています。湯屋の女性後援会広明会の元会長小野博子氏は、若い頃昭恵さんは湯屋の家に一人で来ると2階の部屋に10日ほど泊まることが多かったです。当時1階は選挙事務所になっていて、広間と応接室と料理屋並みの大きな厨房、2階は和室と洋室と風呂場になっていました。庭ではよく支援者たちとバーベキューをしていた。獺祭を飲んで鳥取県の境港まで行って買ってきたカニとかアワビとかを食べたりしていましたと回想。その頃の楽しい記憶が残っているからなのか、昭恵夫人は老後は湯屋で過ごしたいと話していたそうです。現地には日本家屋が立ち並ぶ一角に鬱蒼とした木々に囲まれた2階建ての屋敷があり、玄関には安倍と記された真新しい表札が掲げられているそうです。近隣住民によれば古い家だったのですが、昨年から改装工事をしていた。当初は今年の2月に終わると聞いていましたが、4月までかかったようです。外側は以前とほとんど変わっておらず、リフォームしたのは内装。1階はフローリングで白を基調とした広いダイニングキッチンになっていた。地域住民にはすでにお披露目をしたので、これから開放的な空間として使いたいのかなと思いました。記念館ができるのではとの噂が飛び交っていますと話していました。以前から安倍晋三記念館構想はたびたび話題に上がっており、昨年末萩市の松影神社で晋三氏の等身大人形が公開され、下関市の自宅に応接室を設け、湯屋の自宅を記念館にして3箇所を結ぶ観光ルートを作る構想がありました。ただ当の昭恵夫人は月刊誌花田のインタビューで、本物の記念館を作りたいという気持ちもありますが、維持費もかかりますし、
誰かが継いでくれる保証もありません。どういう形がベストかいろいろと考えているところです、と答えています。昭恵夫人には2億1000万円の政治資金が残されていました。新蔵氏の死後、資金管理団体だった新和会の代表に自ら就任。22年分の政治資金収支報告書などによれば、5つの関連政治団体から計2億1470万円が新和会に寄付されていました。翌23年には約1億3000万円が繰り越されていたのですが、後継者である吉田議員への支援や残務処理などに充てられ、現時点で昭恵夫人がフリーで使えるお金は意外と少ないのが実情だそうで、記念館計画の実現性も半々だといいます。他方で変わらぬ思いもあるようで、昭恵夫人は新蔵氏が亡くなった直後、湯屋に住んで墓守りをしていきたいと地元の友人に胸中を明かしていたそうです。自民党関係者は、昭恵さんは当初東京にお参りに来る人もいるだろうしと、新蔵さんのお骨を湯屋と都内の増上寺に分骨することも視野に入れていた。ただ分骨は良くないという考えもあり、慎太郎さんらが眠る油屋のお墓に納骨することに決めたのです、と話しています。昨年7月23日湯屋では新蔵氏の納骨式が行われ、この日は朝から快晴で、遺骨を抱えた昭恵夫人はしっかりとした足取りで安倍家の墓と刻まれた墓石へと向かったそう。その後に開かれた忍ぶ会で、昭恵夫人は、主人は長男ではないですが父と同じ仏壇とお墓に入れてもらいました、と述べています。確かに新蔵氏が重視してきた伝統的家族観からすれば、次男が父と同じ墓に入ることは一般的ではないとされます。それでも昭恵夫人は新蔵氏を湯屋の墓に入れることにしました。安倍一族が眠る墓を守りながら余生を送りたいというのが彼女の願いなのでしょう。ところが安倍家関係者からは驚きの証言が飛び出します。ロマンザ。安倍家関係者の証言によれば、弘信氏が湯屋の安倍家の墓を閉じて東京の増上寺に移すことを検討しているそうなんです。実際陽子さんの死去から4ヶ月以上が経ちますが、まだ納骨はされておらず、高齢になる弘信氏夫妻はなかなか山口まで足を運べず、子供たちも対応できず、タイミングを見て陽子さんも一緒に増上寺の墓に入れたいと考えているようです。永田町のロイヤルファミリーと呼ばれる安倍家といっても、そこは庶民と変わらず、東京暮らしが長い弘信氏は墓じまいを画策しているというのです。戦術の小野氏も、湯屋にある墓の権利は弘信さんが持っています。もともと後援会が10人ほどの持ち回りで墓守りをしていましたが、高齢化でたった一人になりました。夏は数時間で花瓶の水が煮えたぎるし、冬はすぐ凍ってしまう。お墓に向かう坂も手すりがないと危ないくらい急で、墓守りの一人が窮状を訴える、便箋20枚ほどの手紙を弘信さんに送ったそうで、お墓に備える花の管理などを葬儀会社に任せることになったようです、と話しているのですが、菩提寺の住職は、確かに墓の権利は弘信さんが有していますが、こちらに全然来ないし連絡も一切ありません。陽子さんが亡くなられたことや納骨をどうするかの相談もないので、一体何を考えているのかわからないのです、と首をかしげています。将来的には一族ゆかりの湯屋で亡き夫のために墓守りをしたい昭恵夫人、方や権利を持つ長男として墓じまいを進めたい弘信氏やその家族、かねてからの折り合いの悪さもあって、両者の対立は深刻なものになっています。果たしてこの問題の当事者たちはどう受け止めているのか。弘信氏は長門の安倍家の墓を閉じて増上寺にまとめるという計画について、長門は長門で残すつもりではいますが、安倍家は増上寺の檀家をやっていますのでね、と答えており、陽子さんの納骨についてはそこはまだわかりません、と回答しています。昭恵夫人の引っ越しについては、それは聞いていますけど、いずれはということなんでしょう。富ヶ谷も広いですから、と話し、国葬での長男らの欠席、弘信氏一家と昭恵夫人の確執については別にそんなに悪くはないですよ、としていました。
一方の昭恵夫人はノーコメントでした。新蔵氏の三回忌を前に顕在化した安倍一族の分断、今後も要注目ですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。